はい、ちかぱんです。1万個以上のパンを食べ歩いたパンマニアです。美味しいパンを食べに行きたい。でも頻繁に行けるわけではないから、できたら時間のロスなく一度でたくさんの美味しいパン屋さんを回りたいですよね。この動画を最後まで見ていただくと、何曜日のどのルートで行けば時間のロスなく美味しいパンに出会えるかがわかります。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録して一緒に美味しいパンに出会っていきましょう。今回は名古屋パン旅、それでは行ってみましょう。新横浜6時11分発ののぞみ79号に乗り名古屋へ。1軒目に行くルプレジールデュパンは2022年の6月に東山から移転したお店。名古屋駅から JR と地下鉄を乗り継ぎ、矢事に席で下車7分くらい歩いていくと到着です。東山には行ったことがあったのだけれど、移転後は初訪問です。朝は7時からオープンしていて、カウンターにはパンがずらり。欲しいパンを行って取ってもらうスタイルです。こちらで購入したのはクロワッサン。香ばしさも感じるさっくり食感に、フランス産発酵バターの芳醇な香りが広がります。しっとりバリサク、このままでもいいけれど、何かサンドしても美味しそう。クイニーヤマ、フランスブルターニュ地方のスペシャリテで、サクサク食感が心地いいです。キャラメリーゼされた表面は甘く、バターの香りが鼻腔をくすぐります。パンプレジール、5種類の雑穀を練り込んだ生地は、噛めば噛むほど味わい深く、レーズン、イチジク、アンズラ甘みとアーモンド、ヘーゼルナッツの香ばしさ、それに雑穀とのマリアージュがたまらなく美味しい。クロワッサンの断面はこんな感じでーす。クイニーヤマの断面はこんな感じでーす。パンプレジールの断面はこんな感じでーす。続いて向かうのはブロート柳。金山駅の南口から徒歩7分くらい。柳って店主の方の名字なのかと思いきや、お店の前に大きな柳の木があったので、もしかしたらそこから来ているのかも。ちなみにブロットってドイツ語でパンという意味なのだそうですよ。ドアの左側は厨房になっていて、作っている様子が見えます。オープンは8時から、訪問した9時半頃の品揃えはこんな感じです。こちらで購入したのはクロワッサン。焼き色濃くバターがじゅわり、それでいてエアリー感あり、職人さんおすすめナンバーワンというのも納得です。これかなり好きかも。ナッツのプレッツェル、これは期間限定商品なので、いつもあるわけではないのだけれど、ちょっと珍しいかなと思って。蜂蜜ときび糖を使用した生地は気持ち柔らかく優しい甘み、上にかかったシュガーとナッツが甘香ばしい。クロスケ、まず名前が可愛いですよね。それに反して味わいは大人なチョコパンって感じ。チョコ味の生地にチョコチップ、上にはココアタマント、時折遭遇するチョコチップの甘みがちょうどいい。クロワッサンの断面はこんな感じでーす。ナッツのプレッツェルの断面はこんな感じでーす。クロスケの断面はこんな感じでーす。最後に向かうのはエスプリ。2022年6月にオープンしたこちらのお店、岐阜の人気パン屋エスプリの3号店で、未来タワーの見える久屋大通りにあります。ずっと気にはなっていたのですが、利便のいい場所なのでいつでも来れると思っていたら半年経ってしまいました。惣菜からスイーツまで幅広いラインナップで、イートインも可能なようです。こちらで購入したのは人気ナンバー2だというクロワッサン。卵不使用で、通常のクロワッサンより折り数少ないらしく、軽い口当たり。ブリオッシュチョコチップメロンパン、クッキー生地のガリサク、チョコチップのプチプチと外側食感が面白いのだけれど、中のパン生地はブリオッシュなのでしっとり、飲み込むときにチョコとブリオッシュの甘みが一体になってめっちゃ美味しいです。人気ナンバーワンのカレーパン、甘みも感じる生地はもっちりしていて、中にはカレーがたっぷり、衣がそこまで厚くないからすぐにカレーにたどり着けるのが嬉しい。クロワッサンの断面はこんな感じでーす。ブリオッシュチョコチップメロンパンの断面はこんな感じでーす。カレーパンの断面はこんな感じでーす。ここまでの復習、名古屋パン旅、一言で言うとクロワッサンは必食ということ。プレジールはシェフがフランス人、ブロット柳にも外国人の職人さんが。クロワッサン一つとっても3店舗でそれぞれに個性があるので、食べ比べてみると面白いです。今回のお店、木曜日から日曜日までなら全て回ることができます。名古屋パン旅、参考になりましたでしょうか。パン旅をテーマに投稿しているので、次の動画を見逃したくないという方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。次はここに行ってほしいなどありましたら、コメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは次のパン旅でお会いしましょう。